一旦整理させてもらっていい？うん、ワンナップゴルフ。それね、動画で整理するの？動画で整理します。ちょっといい機会だなと思って。平井博明のワンナップゴルフ。何を整理したいかというと、ワンナップゴルフでは基本ができてないと応用ができませんということと、あと基本だけで70代は出ます。理論には賛成派です、基本ができていればね、あ、うん、っていうことをワンナップゴルフは言ってます、はい、言ってるんですけど、例えばレッスンに来られた方とか、うん、YouTube のコメントとかで、うん、何々やったらスイング壊れましたとか、うん、これやったらうまくいかなくなりましたっていうのをよく聞くのね、うん、それってなんでかっていうのは、基本を覚えてないっていうことがほとんどなのね、うん、要は手打ちまがいなことって基本に近いのよ、うん、もう要は手打ちもそうなんだけど、プロとか上級者で手打ちできない人一人もいないの、うん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 、だけどプロとか上級者で理論できない人はいっぱいいるの。それはもう間違いないの。その基本って誰でもできることでちょっとやったって、うん、それがどこまで本当に大事かっていうことをまず本気で知ってもらいたいっていうことと、あと基本をちゃんと教えてくれるレッスンっていうのに、もしレッスンに行くんであれば行くことをお勧めするし、基本ができてますねって言って理論にちゃんと移ってくれるレッスンっていうのがやっぱり一番の理想。球数の話になるけど、プロってだいたい1年間で7万から8万球打つのね。そんなに？うん。それって1日365日行くとしたら、だいたい190から220の間、1日ね。それを毎日。365日でしょ？そう。で、まあ試合とか行くとそんな打たない時ももちろんあるんだけど、その代わり試合がない時は300、400打つから、結局7万、8万球なんだよね。それぐらい練習をしてる人が取り入れてることが、今同じことをやってるんであれば、やっぱりそれぐらい球数を打たないとその動きが成功しないっていうことをまず理解していただきたい。これはまあまあ真剣にね話してるけど、もちろん最初も言ったけど理論に反対ではないの。もちろんその必要としてる球がその理論じゃなきゃ出ないんだったら、それやった方がいいの。だけど打つ球の数だったり、それを本当にちゃんと理解をしているかどうかっていうことがすごく重要で、本当に必要かどうかだよね。それがわからないと、やって完成した時にやっぱり違かったっていうことになる時もある。基本が何かにももちろんね、人によって変わる時もあるし、もちろんクラブが動いててそれに対して体がこう無理なく動くのが一番いいんだけど、その動きがやっぱりできてた方がいい。上物の動きだけで言ったら、基本の動きって、例えばね、2球打つとしたら足を揃えて打っても、足を広げて打っても害のない上の動きっていうのが基本の動きなのよ。そう、これが例えば下のフットワークを使わなきゃ上がうまく動かないんだったら基本ではない。こういう状態でもこういう状態でも同じショットが今出たでしょ。で、あの同じショットが打てるっていうのが上の基本の動きなのね。今両方下を使ってなくて動けたってことは、今の上の動きに対して下を優しくこう少し回転させてあげるだけなのよ。こうやって、こういう動きがどんどんできてきた方が、より基本に近づけてスイングがスムーズになってきやすいの。そういうスイングっていうのがいつでもやっぱりできた方がいいよね。それ自分ができてるかどうかはどうやって確認すればいいの？それはね、やっぱり一番判断しやすいのは、1メーターぐらいスタンス広げて、やっぱ腕2本でこうやって打てるかどうかよね。それを言っちゃったんだ、え言わない方がよかった。わかんないけど、だから全ての味噌のような気がするけど、まあね、それはレッスンに来ていただいたら、できてるかできてないかの判断はできる。どうしようかな、打つかな、言わないけど動きだけ打とうかな。それがそっか、基本。そうです。ということね。あれが上物の基本だよね。
で、下の動きって下の動きだけでやるよ、うん、そんだけ？めっちゃつまんないでしょ。そんだけ？そんだけしか動いてないんだ。そう、これだけよ。動いてないのと一緒なぐらいなんだよ。でしょ。フィニッシュちょっと取ったぐらいじゃん。そうだね、はあ、バックスイングこれだけだ。本当だ、はあ、バックスイングするよ、下半身だけ。これだから、ここだけ取ってたらなんか変でしょ、うん、こっちにこうやって入れてるだけじゃん。なんかしたのみたいな。そう、これこれバックスイング。そんな動いてないんだね。そうで、フィニッシュは左向き切るから、こうやっていっただけで。そう。で、これが状態そのまんまだったら、全然動いてるように見えないでしょ。見えない。そう。ただこうやったわけじゃん。そう。そんなもんだから、基本って。基本ってそれね。うん。縦と横の動きしかない。それが、さっきの上物と、うまーく同調して動けたら、基本の完成です。で、それができてるかできてないかは、やっぱり来ていただいた方がはっきり、ね、うん、わかるね。ちなみに、それで70代は出る。全然出る。今日動画撮ろうかなと思ってたのがあるんだけど、うん、これ聞いても困るだけっていうか、うん、そんな方法ないよって言われると終わっちゃうから、撮るのやめようと思ったんだけど、うん、今のが答えになってた、それ。なんでそれ何かっていうと、うん、結局、うん、楽してさ、うん、うまくなりたいわけ。うん、多分、うん、うん。そうだね。ね、プロみたいにさ、年間7万球も多分打てないから、うん、週1、週2だけ練習に行ってね、うん、うまくなりたいじゃない、うん、もう楽してうまくなる方法あんのって聞く動画撮ろうかなと思ったけど、うん、いや、ないなと思って、うん、なかったんだよね。今日、いや、今日ただ打ってないんだけど、うん、でも今の話聞いて分かったんだけど、うん、あれで70が出るってことは、うん、あれが一番近道で本当は一番簡単ってことだよ。そう、一番楽。それが一番練習少なくて、うん、スコア良くなる。よく、そう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 、方法だね。そうなんだなと思って、あああの答え見つけたから、その方が取らなくてす。あ、そう。そういうことだね。そうそう、うん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 。ただ、一、うん、個だけ付け加えとすれば、うん、かっこいいかどうかはさ、別の話じゃない。別。なると、そこにさ、ああ、かっこよさを求めた瞬間にさ、ああ、一気にできなくなるね。そう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 、できなくなっちゃう。要は基本じゃなくなるし、例えばそれがレッスンで知りたいことなんであれば、教える側と教わる側が同じかっこよさを求めてなきゃいけないことになるし、あ、そっかそっかそっか、あ、自分の好みはね、違うじゃない。そうだ、好みだから、ね、あ、そうか、楽して上手くなるんだったら今の、うん、ただそれに違うものが入っちゃうから、うん、もうできなくなっちゃうわけだ。そう、もっと言えば自分の飛ばせるだけの距離だけでいいよって言ったらもっと楽になる。理想の距離を打とうとしてるから辛いだけで、難しいだけで、自分がこれしか飛ばない距離、楽してその距離でゴルフしたらもっとゴルフは楽。でもあれだもんね、その人も100を引き出してあげるだけでまあまあ飛ぶからね。十分十分飛ぶ、うん、スイングと飛距離を求めたら難易度マックスだよね。難しい組み合わせをお願いしてるってことだよね。そう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 、上手くなりたいけど、うん、かっこよくしてって言ったら、うん、半端じゃないってことだね。そう、もうめっちゃ難しいからどっちかならいいのか。そう、どっちかならね、強くして、うん、なかなか楽してうまくさせてってんだったら手打ちさせるか、うん、かっこいいスイングを求めるんだったら、重くて長いものを振ったらかっこよくなるから、勝手に。そうなんだ、うん、これマジ。そう、それをゆっくり振ったらめちゃくちゃかっこよくなるから、逆らえないからね、重さに。あ、そうか。そう、なんとかハンマーとかいうね、超重いドライバーが発売してんだよね、練習器具で。それとか振ったらかっこよくなるから、うん、だから速いのがかっこいいと思う人と、あ、こうしなやかなのがかっこいいと思う人と、そう、そういうのもあるじゃない、うん、体重移動してんのがかっこよく見える人と、左一軸の方がかっこよく見える人っていっぱいいるじゃない、うん、そうだ、それによってももちろん変わっちゃうけど、でもやっぱり曲線がない方がかっこよく見えるんだよね、まっすぐな方が。であとフィニッシュでよたつかない、よたつかないスピードで振るのが難しいんですよ。それも体感だしね。ああ、うん、だマキロイとかやばいからね、体感。ここ最近で一番ビタ止まりするスイングだと思うんだけど、やっぱ体感が強くないとこう揺れるからね、こうやって、うん、だそういうのも筋力もね、大事になってくるし。でもトレーニングしたくないか。そうなんだよね。ってなるとどんどん離れてくるけどね。そう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 。基本からも簡単からも離れていく。あ、
どんどん難しくなる。できることで18ホール頑張って我慢して回ることも大事。できることだけで、単純なできることって言ったら、例えばドライバーだったらまっすぐ行く距離あるでしょ、こういうこれぐらいのスイングで例えば回ったとしたら、いくつで回れるかどうか、あれだったら OB 出ないじゃない。いや、良くなっちゃうかもしれない。そうだ、感じをつかめる可能性があるのよ。何もね、ここまで上げてここまでこうやって行く必要はないわけ。回転もいらない。いらないの。いらない。いらないの。そう。だから、もちろんその動画で曲がらないスイングとか言うけど、それはそれ。だけど、例えば本当にスイングに悩んでる人で、じゃあ一番自分の曲がらないスイングと強さは何って言ったら、こういうふうにこう、イメージ9時30。あれでまっすぐ行かせることができるかどうかよね。あれでじゃあ18オール、ほんと我慢して我慢して、アイアンも全部、こっからここまで。で、それで OB が出ないって言うんだったら、じゃあ一旦それで回ってみようよって。で、どれぐらいスコアが変わるのか。多分ね、俺悪くなることはないと思う。でも気持ちよくはないんだ。そう。やってる感ないし、満足感ないし。そう。でも、数字を求めたり、上手くなる段階のことなんであれば、俺はやった方がいいと思う。どんな結果が出るかね、そこで知れることの方が多い。大好きな言葉言っていい、うん、ちなみにこの辺のイメージだったじゃない、バックスイングはこの辺のイメージだったでしょ。それでフィニッシュだけ普通のフィニッシュ、あんまり普通のスイングと変わんないんだよね。わかんないでしょ。ここで俺止めてんだよって。で、実際ここで止めようとしても、多分惰性でここまで行くから。ああ、したらあんまり変わんないんだよね。ここでまた動画つなげていい、うん、バックスイング回すなって俺言ってるでしょ。だからいいの。だから上げなくていいわけでしょ。そんな振りかぶんなくていいんでしょ。そうっす。そう。今年はトルク逆転しようか。俺カメラ。そういうことなのよ。ね、あんまり、その、必要ないというか。だから、フィニッシュの方が大事だし、どこまで飛ばしたいかのフィニッシュを意思表示することが大事。そうだ、飛ばしたくない曲げたくないんだったら、飛ばしたくない曲げたくない意思表示のフィニッシュをしとけばいいのよ。したら曲がんないから。そう、こうやってやったら飛ばしたい気満々でしょ。そうだ、そういうのはやらない方がいい。だからこう、どういうゴルフをしたいかだよね。その打ってみた、良かった、今日はいいスコアだったっていう全部結果論でやっちゃうと、やっぱり回ってみなきゃ分かんないじゃん。でも自分から何をしようってやっていくと、そういう動きになるんだよね、勝手に、うん、そういうことがすごいゴルフで大事。今日はこれをやろうという、で、我慢することは大事なのよ。我慢して一日同じことをやり遂げること、結果を出してみないと何とも言えないから、それはまあ100歩譲って前半後半で分けてもいい。ああ、できれば18ホールやった方がいい。これまたちょっとまた思ったこと、思ったっていうか思い出したことあって、前に前半良くて後半悪くなっちゃったとか言うでしょ。あれって例えばすごい力みすぎてたり、そもそも球打つ数が日頃から少ない方って握力がだんだん落ちてきたりするんだ。そうすると朝一持ってたグリップ力と18番ホールのグリップ力違くなっちゃう。でも後半になればなるほど触れてくるって言ったら、こうやってなってくるじゃん。そう、それでミスをする場合もあるの。後半要は崩れてきちゃう。そういうのも大事だから、そう、だから常に1番ホールのティーショットと18番ホールのティーショットが同じように打てるような筋力がつくのがもちろん一番いいし、それなりにこう調整するっていうのはすごい大事だね。うん。一発ではないからさ、18ホールのショットだから、うん、そういう分散させるっていうのも大事。だからこう、ちょっとその辺を一旦整理させていただきたくて、この動画ちょっと撮りました。はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。